皆さんこんばんは。今日はですね、ツイッターの話です。ツイッターもですね、コツコツとやっておりましたら、やっと8000人を超えました。まあね、その数の方はいいんですけれども、つい最近ですね、ツイッターで、たくさんのバグが僕は出ました。というのもですね、なかなかね、大変なことで、まずツイッターのバグが出まして、このフォロワーってありますでしょ。で、僕がフォローしてる人がゼロになるんですよ、瞬間的に。で、ゼロになりますもんですから、まあ相手の僕がフォローしてる人は、なんか僕は、リムったっていうかね、まあゼロにして、フォロー外したと僕が。そんな風に、ほんのね、1時間もかからない状態なんですけど、もう8000ぐらいいたらですね、1、2時間ちょっと放置じゃないですけど、僕は気づかなかったら、それで約、50人から100人ぐらいは、外す方がいましたですよね。もちろんそれは、バグでですね、向こうの方もバグで、僕のフォローが外したっていうかね、外れたっていうか、自動的に。っていうことも考えられますけど、これがちょっと続きまして、で、とにかくね、今8100人になったんですけど、ここに行くまでにですね、だいたい250人かそれくらいは、戻ってきておりません。なので、もうちょっとショックでですね、大変でした。で、それがですね、まあなんとか今のところ落ち着いてるかなとか思ってはいるんですけれども、まあそのね、一つそういったバグがあったっていうことですよ。ゼロになるっていう、フォロワーさんが、僕はフォローしてるところが、そういうふうに、ゼロになるっていうのが、まず一つはありましたよね。それが何回か続くんですよ。3、4回、こう、10日、2週間、10日ぐらいの間ですかね。結構それが多くなっておりました。それとですね、つい、そう、20日ぐらい前かな、それぐらいからですね、一応これ僕 iPad で、自分の、ね、ID でですね、アカウントでこう入ってるんですけど、それがですね、逆でした、すいません。 iPhone ではですね、自分のアカウントに入れるんですけど、 iPad でですね、自分のアカウントに入れないんですよ。それでですね、ショックで、なんでだろうと思って、それで、こちらから iPad からですね、まあ自分の ID とパスワードを入れるわけですよね。そしたら違ってますって出るんですよ。ID かパスワードがどっちか違ってます。それで悩みましてですね、携帯電話の認証とかいろいろあったんですけれども、全然ダメで、ショックでですね、もう1台ぐらいなんかパソコンではね、なんとか入れるんですよ。iPhone とパソコンでは。で、iPad で、自分の ID に入ろうと思って入れなくてですね。で、それがずっともう、諦めておりました。っていうのはですね、一つだけやる方法があって、自分のパスワードをですね、 ID パスワードを多分変えればですね、また変えてしまえば、設定をし直せばまた全部めんどくさいじゃないですか。3つともね、パソコンから全部やり直すわけですから、多分そうすれば治るかなと思ったんですけど、もうめんどくさかったので、もうそれもどうしようかと思う。じゃあもう iPhone とね、iPhone のスマホと PC だけで、まあ、確認できればいいやと、iPad はもういいやというふうに思ってたんですよ。それでも、なんかせっかく iPad があるのにもったいないじゃないですか。で、結局諦めておりました。だから、いろいろ検索もしておりましたら、まあ、ID が違うんじゃないかとか、それをよく確かめてとかいうのもあったんですけど、まあそれでエラーが出てるから今そんな感じかなと思ってもう諦めてたんですけど、そしたら今日ですね、まあ僕がフォロワーさんっていうかね、いた人がなんか、ツイッターで書き込みをすると、メールでも送ってくるじゃないですか。誰々さんが書き込みがありましたよって言って。それが常にではないんですけど、たまに送ってくるんですよ。で、そのメールのとこからですね、メールのとこから自分のその、まあ、これに入る。で、大概はですね、アプリの方に入ろうと思って、またそこでダメなんですけど、今日の分は、アプリに、ツイッターのアプリに行くんじゃなくてですね、メールから、その、サファリとか、そういうのに、入ろうとするんですけど、まあ、その時にですね、携帯電話認証とか、そういうのやったんですけど、あれ、なんでかなと思ってたらですね、原因がわかりました。もうこれね、皆さんにも多分ね、これからためになる情報だと思います。
わかりましたっていうのは、もう知らないうちにですね、この iPad とか iPhone とかのですね、パスワードが変わっておりました。そんなバグです。で、なんでかと言いますと、今まで使ってたパソコンとか、スマホの iPhone ですよね。それパスワード確認しようがないじゃないですか、端末から。で、その新しいパスワードだと思ってたんですよ。そしたらもう全部変わっちゃってるんですね。なんでかっていうと、1年前とかですね、1、2回前に変えたパスワードっていうのが僕覚えてたんですけど、結局それに変わってまして、一番新しくですね、変えたパスワードがあるんですけど、それが通らなくなってたんですよね。何回やっても。そしたら、1年前とか、随分前に作ったパスワードで通りました。だから勝手にですね、最新のパスワードが昔のパスワードに変わってるんですよ。で、何なのっていうことなんですよ。そのツイッターさんね。で、まあ、それが今日初めてですね、それで分かりまして、なんとか解決できました。おかしいなと思ってたんですよ、僕も。そんなことあるかいとか思ってたんですけど、したらそういうことでしたよ。もう、なんとかね、それが iPad でも iPhone でも、まあ、パソコンでもね、この自分の ID に、Twitter ID に入れるようになりましたので、とてもなんとか便利になりました。ということで、そういうふうに、まあ、Twitter が8000人なんとか、超えましたよっていうお礼の言葉と、それと、そういったツイッターのバグがありましてですね。で、皆さんも同じように、パスワードとか ID が通らないと。で、ID は間違ってないんだけど、なんかそれで入らないと、パスワードが違ってるっていうふうに、この、ツイッターからですね、表示がありましたら、ぜひ前々に自分が設定してたパスワードですか、それもちゃんと控えておいてですね、それで試してください。で、僕はですね、もう2、3回変えたっていうのは、乗っ取りがありましたよっていうのが何回かあったんですよ、これで。で、乗っ取りがあったので、パスワードを変えてくださいっていうのがあってですね、で、数回変えましたよね。で、まあ、そんな風にやって、結局はまた不具合が出たので、そしたら勝手に、ツイッターが古いパスワード、それに書き換えをしていたっていう、本当のこれはバグですよね。それがありました。まあなんとかね、そういうことで、まあ戻りましたので、まあ無事解決したっていう解決策って言いますか、それを動画にしてみました。ということでですね、こういったガジェットでありますとか、いろんな困った時の説明でありますとか、弾き語りとか、ドローンを飛ばしたりとかやっております。ぜひとも皆さんね、チャンネル登録をお願いいたします。僕の場合は、もう半年間もね、広告がついておりません。もう多分一生つかないとか言われておりますけど、動画の広告なしでですね、皆さんすんなりと見れますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。